エウデルペソア・カマラは、ブラジルのカトリック教会のオリンダとレシフェの大司教。彼は広く20世紀のカトリックの偉大な人物の一人と考えられている。彼は1931年8月15日に除外され、1952年3月3日にリオデジャネイロの補佐司教に推薦され、4月20日はホス、カマラスーキ教、ロサルボコスタレゴ、 ジョルジ・マルコス・オリベーラ両司教の暗視を受け43歳で司教に除海された。1964年3月12日にペルナンブーコ州のオリンダとレシフェの大司教に任命され、1985年4月2日に引退するまで続けた。ハーグで説教するカマラカマラは、ラテンアメリカの解放の進学の主な先駆けとなり、 鉛の時代のブラジルで人権を守り、政治的にも注目されるようになった。彼は貧しい者への妥協のない関与で運動に影響を与えたので、彼の進学が後の解放進学者のそれと同一視されたとしても当然である。彼は1985年に大司教を退き、彼の改革の多くが保守的な後継者によって巻き戻されるのを見ながら、余生を過ごした。 彼はこの言葉で有名である。貧しい者に食物を与えると、人は私を聖者と呼ぶ。なぜ彼らは貧しいのか尋ねると、人は私を共産主義者と呼ぶ英語では、when, I give food to the poor, t h e y call me, a saint, when, I ask for I zay, i re poor, t h e y call me, a communist. カマラの小刺しし、暴力の螺旋は、ベトナム戦争末期に書かれ、 そこで彼は構造的不正が反乱とそれに対する抑圧につながる方法であると示すだけでなくカマラは世界の若者にこれまでの大人が陥ってきたその螺旋を壊すための処置を取るように求めたこの本はイギリスでは約20年の間絶版だったがカマラの死後に再評価されスキャンされたものがウェブ上で利用可能である1973年にカマラは 米国とも解放師団からノーベル平和賞候補に推薦された。彼は地上の平和賞を受賞した。この賞は1963年のヨハネ23世の会直地上の平和にちなんでいる。カマラはイヴァン・イリーチと個人的に親しい友人だった。ありがとうございます。